はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、古戦場が現在 SP バトル実質終了したということで、今回の闇古戦場の中でも MVP キャラクターを紹介する、個人的な知見を含めてということでいやー、まあ今回のね、闇古戦場かなり意外な感じになりましたけど、まあ俺の中でこのキャラクターはすげー優秀だなーって思ったキャラクター、ちょっと今回は厳選して、かなり厳選目に紹介していきたいなと思ってます。まあいろいろ編成としては幅が広かったような印象ですけれども、まあ僕がすごい意外だったのは装備面の話をまずするね。装備面でいうとクリ確定編成が一番だったよね。そうだよね、クリ確定編成が多分ね一番強いって言ったら、まあちょっと言葉強いかもしれないけど、俺の中ではすげえ優秀だなって思ったところ、まああとそこら辺に付随してね、キャラクターの軸とかがいろいろこう変わったりして、闇属性も渾身編成が強いねっていう状況も結構あったんですよ。なのでなんかこう意外と変わってきたんだな闇属性も、なんていう風に思った次第でございますが、まあちょっと今回はね、闇古戦場の中の MVP やっていきたいなと思います。それじゃあ行ってみましょう、レッツゴー。まあといっても今回はね、かなり厳選したけど、まあ最大3人でしょ、 MVP を上げるにしても。俺はの中でこう最大3人ぐらいにしようかなって思ってたんだけど、まあ上げたいキャラクターいきましょう。でるるるるるる、俺の中で MVP1 位1位はね、シスですね俺の中で MVP1 はシスをあげたいなと思いました。で、まあ肉集めでも、俺肉集めこの編成使ったんですよ。レスラー、プレデター、シス、レニー。まあこの形で肉集めもできたし、で、そこからさらにですね、まああの95ヘル、100ヘル、150ヘル。でもやっぱりこう優秀なアタッカーとして活躍してくれ、かつフルオートでも強かったですよね、シスに関しては。そう。フルオートでも強いし、まあそこでも強い。もうどこでもやっぱ入ってきたっていう、その普遍性の高さ、さらに10点集、一応無課金キャラクターではあるということで無課金キャラクターというところも高ポイントがあり、今回の MVP としては俺は1位はね、シスを押してあげたいですね。排水編成でも追撃用途、通常上限を上げるっていう振動効果による性能も押したいし、でまあ長期戦渾身編成でも一闇で火力を出せる、うん、でフルオートでも強いというところで、さらに150ヘルって恐怖がかなり刺さったんですよ。そう、恐怖がかなり刺さって、特に 85% から 50% の特殊技のところをシスの恐怖効果がないとかなり受けづらかったんですね。そう、シスの恐怖のおかげによってそこら辺がすごいすっ飛ばせたんで、まあ通常で普通にぶん殴っていきますよ、150ヘルの編成っていうところでは、まあ僕はね、かなり役立ってたというか優秀な行いをしてくれたんですね。なので僕は今回はシスは恐怖を部分、通常攻撃部分、排水でも強い、追撃も強いっていうところで、まあ、今回は押してあげたいなと思いました。ニアビプラス奥義の回避っていうのも使うタイミングがありましたしね。シスに関しては今回はもう引っ張りだこでしたね。過労死したんじゃないかな、うちのシス君マジでどこにでも入ってたというところで、僕はシス君を MVP にいたしました。はい。で、2番目の MVP は個人的にはね、デン・オーキスですね。オーキスはちょっとこれ第2 MVP と言っても過言ではない。まあ僕ね、今回排水編成使ったっけ、95で使ったか、95で使ったぐらいで、基本的にそれ以外で使わなかったんですよ。理由としてはやっぱオーキスの採用がでかかったっす。まあオーキスは1浴びで通常ダメ上限も上がるし、3浴びで全体に追撃もつけれる、ダメかもマウントもつけれるってところで、あ、95も渾身じゃなかったかな。そう、アンセストラルで闇攻撃アップがあったんですよ。で、95ヘルって芝を使ってたんですね。フレイシ芝を使ってたんですけど、例えば渾身軸、今までの従来の渾身軸ってフレイシ芝だったら通常ダメージがもう本当に120万140万とかしか出なかったんですよね。普通だったら180万160万っていう出る中で、もうちょっと120万140万っていうちょっと火力の低さが見られてたんですけれども、うん、オーキスはサポートアビリティの味方全体の攻撃が大きくアップっていうサポアビと、あとアンセストラル味方全体の闇攻撃アップっていう、まあ、ニアビの効果によって、で、まあ、芝を使用した時のパンチパワーとかも上がるんですよね。パンチパワーとかも上げられつつ、さらに追撃もついて、自身もオーダーマリオネットで通常ダメージ上限が高いっていうところから、まあ、かなり役立ったね。このオーキスっていうキャラクターが実装されたことによって、まあ闇パの
古戦場の軸は渾身もしくは技巧確定ですね。僕これでやったんだけど、まあ、本当に強い人たちはバブエルマンデブ2本プラスブルトガングとか、まあ、バブエルマンデブブルトガングあとゲイボルグかな。ゲイボルグって技巧ついてたよね。ゲイボルグとか一番速い人が確かゲイボルグだったっていう話なんですよね、ゲイボルグどこかな。ゲイボルグって新境技巧とかじゃなかったっけ、5番手ぐらいか、あれ6番手、あーこれヘラクレスだよなあれゲイボルグって槍って2番ここだよな、あれゲイボルグってここか、ここがゲイボルグ。ゲイボルグが、闇攻撃上昇、そうクリ率上昇中がありますよね。だからまあこれでクリティカル上昇させながらみたいな、うん、まあ例えばだけどブラッティスカーバブエルマンデブゲイボルグとかかな、例えばね。まあもしくは、ブラッティスカー、あ違うわ、バブエルマンデブ、ゲイボルグブルトガングみたいな感じでクリ確定編成みたいなの組んでたんですけど、まあそうらしいんですけど、まあそういう時にもねやっぱオーキスとかがバチ刺さってくるわけですよ。まあ三アビで追撃しながらも300万ダメージとかねそうとんでもねえダメージを出してくれるから、まあそういう風に考えたらオーキスは今回の肝と言っても過言ではないんじゃないかなっていうような感じですね。うん、まああのフルオートでももちろん優秀で三アビで連撃アップ、やっぱ闇属性って連撃アップ系が特にこう課題でしたよね。なんだけどあの例えば排水軸の水着増位採用型とかでもオーキスはこう使えますし、あの追撃を単純に付与できるっていうところから、まあ、安定性が高かったキャラクターかなというふうには個人的には思ってます。まあ、オーキスは僕の中で今回2人 MVP として出してもいいんじゃないかなというふうに思いました。まあ、他にも優秀なキャラクターってたくさんいたんだけど、ちょっとじゃあ軽くだけどそこら辺の説明しましょうか。まあ、僕が使ってたキャラクターだけど、まあ、他にはオリビエですね。まあ、オリビエとかレイ、オリビエはなんかレイをかませた編成ではかなり猛威を振るってた感じですね。まあ 50% のマウントがすごいエグかったんだけど、まあ 50% の特殊技のマウントとかをオリビエのシルバーレイク1アビでスキップしたりとかができたから、まあオリビエがその純粋に1アビ目的で強かったっていうのと、あとネバーモアですね。これがめちゃくちゃ強いんですよ。この打点の翼効果、まあ攻撃力効果中 TA 率クリ率弱体成功ダメ上限闇追撃っていうまあとんでもねえ性能してるんですけど、まあそこら辺でこうシスにも勝るとも劣らない、勝ってんじゃないかワンちゃん、単純な素殴りであればシスに勝る、特殊な状況を除けばね。うん、まあ、特殊技ゴリゴリ受けるとか、まあ、例えばシスが攻撃を2アビプラス奥義で回避する前提とかであれば話は違ってきますけど、単純な殴りパワーで言うんであればオリビエ3アビつけたオリビエの方がシスより強いんじゃないかな多分ね、みたいなところで、まあ、オリビエは結構編成に入れてる方が多かった印象ですね。まあ、剣得意ということで虚空の剣、虚空の剣とシルバーレイクの成功率上げられるから、まあかなりそこら辺も、まあ、今回は使わなかったけど優秀だったかなっていうところで、めちゃくちゃあれでしたね。まあ他にはニーヤ、まあこれはもう当然すぎてねあんまり言わなかったっていう部分が強いですね。まあニーヤを4番手に置いてデスで落としたら敵の防御ダウンが 50% 入るんですよ。でそれが消去不可だから、そう消去不可なんですよ。だから 50% を踏んだ時も敵にデバフをかけたまんま進行できるっていうところで、ニーヤはすげえ優秀だなっていうふうに思いましたね。うん、まあ、ニーヤそこら辺で、まあ、いて当然みたいな、いなくなったら激烈に寂しいけどいて当然みたいな感じになっちゃって、まあ辞典となってしまいましたかねっていうような感じかな。まあ、他にはプレデターかな、プレデター、まあこれあんまり言われなかったけど、フルオートとかでも最後の詰め要因裏出しとか表出しとかでも、優秀でしたね。最初にこう攻撃力出して敵をバッ飛ばして終了だったりとか、後ろから出して、3-2-1アビ打ってそのまんま退場していくみたいな、まあフルオートでも火力を出せるし、95ヘルとか古戦場の肉集めとかでもかなり活躍してくれましたね。まあ、僕の最初の肉集め編成はシス2アビプラスプレデター2アビ通常攻撃っていう形だったんですけれども、まあ、プレデターの2アビだけを押すっていうのもすげえ優秀だし、もちろん3アビ1アビっていう風にかませるのも優秀だしで、まあ、プレデターはすげえなって思いながら戦ってましたね。うん、プレデターは強かった。まあ他はそうだな、フルオートで言うとビカラとかも優秀だったかな。まあビカラは3アビで回避ってのもあるし、回避した時にディスペルをバチかますっていうのがあるんですよ。そう、回避時味方全敵全体に闇ダメプラスディスペルを
使いますよっていうところで、これがすげえ優秀なアビリティだったから、まあそこら辺で今回デバフっていうか敵が自分にバフつける量が多かったから、それを解除できるっていう部分が強かったかなっていうような印象でございました。まあ他にはデバフが消えた時も、まあ 50% でデバフが消えた時に弱体耐性アップをつけてたんだけど、その弱体耐性アップの裏に消去不可の防御デバフをつけられるっていうヘレルベンシャルムの一アビですね。これはかなり優秀でしたね。防御が減少した状態っていうのがあるから、まあディスペルをする必要がなくなる、まあ、なくなるわけじゃないんだけど、ディスペルをしなくても多少防御ダウンを入れながら 50% 以降を押し切ることができるっていうところで、ヘレルベンシャレムも、ね、採用してる方が人によっては多かったかなっていうような印象でございました。うん、まあとりあえずそんじょそこらって感じじゃないですかね。まあ僕が激烈に押してた、浴衣アンスリアは意外と使われなかったですね、逆にね。僕が押してたのにあんまり使われなかったキャラとしては、まあそこが挙げられるかなぐらいで、まあ他にもでももちろんターニャとかも優秀だったし、いっぱい優秀なキャラいたけど、まあ今回僕の中で特に試験で押させていただくとするのであれば、オーキスと、シス、この2人はねすげえ強かったなというところでございました。はい、皆さんもね、もしよければ自分の推しキャラクターみたいなのあったら教えてみてください。そんな感じでございました。それじゃまとめしましょう。高専長改めて、まあまた言うけどお疲れ様でした。はい、じゃあね、バイバイ。